じゃあ体重からいきますね。こういうこと始めたんだと思って。そうそう。でまあ診察風景も見てもらうといいんだけど、再生リストを見てもらってほしいんですよね。そうするといろんなことをちょっと言ってるんで、はい、間入ってください。はい、5150。ピノちゃんですね。家で働いていると全然違うんだよ。お家だとどれくらいなんですか。家だと5000。こいつかさせてくださいね。まあでもこれ前回が去年の8月に同じですね、5150。だから永田さん、サポート変わって、こっちから撮って、ごめんね、脈にいますね。よいしょ。脈拍数は1分間に160回ぐらい。脈圧はしっかりしてますから、血圧は正常だと思います。はい、ボディコンディションスコア、栄養状態はちょうどいいの3とすると3.5ぐらい。ちょっとぼちゃっとしてます。この辺すごいありますよね。ですね、指標が。はい、熱は 39.2。8度5分が平熱です。緊張するとちょっとだけ上がりますね。去年も 39.1。一緒です。39.2。だから、ちょっと緊張するとそれぐらい。平熱が8度5分だから、まあ、若干ですけどね。はい、ちょっとお腹触りますね。柔らかいのが正常、何も変な塊はないから正常ですね。あ、でもうんちがちょっと、うんち毎日出てます？出てます。硬くないですか？そうです ね、ちょっと硬いね。うんちが触れます、ちょっと硬そうだな。お水飲んでます？それなりに結構飲んでますね。飲むのがいいか。そうなの。しっかり飲んでないからじゃ。でもおしっこすっごい量しますね。あ、します。1日おしっこは3回ぐらいします。すごい情報すぎる。じゃあ結構飲んでるんだよね。じゃあ出るってことは頑張って飲んで。頑張って飲んで。何歳だっけ。まだ3歳ですよね。3歳過ぎたところですよね。ですね。調子はあの異常ないです。呼吸の音も心臓の音も。さあ、そんでこの顔を見て、こっちにしてくれるか。はい、はい、匂いのチェック。こんないでね。いいねちゃん。はい、ごめんよ。デンタルケアはどうです？歯磨きいい。あんまりやれてないね。あんまりやれてない。歯磨きスナックは食べるけど、歯磨きはないね。若干、耳は匂わないから正常なんですけど、口はちょっと匂いますね。たまにやってる。じゃあまずワクチン打ちます。それからちょっと私デンタルケアとかさ、肛門腺とかチェックしますんでね。三種混合の去年と同じワクチン打ちますんでね。嫌いじゃないんでしょ。いや、こっちは嫌い。あ、嫌いなんだ。こっちは大好き。嫌いだとなかなかやりにくいですね。好きだと舐めさせながら。結構暴れるから、おやつで付け頑張ってる。これ、みぬちゃん。要はお口が匂うってことは、歯周病の始まりなんで。どうぞ。何時間としてます。はい、じゃあちょっと、うん、じゃあ終わったらおやつあるよ。あ、おやつあります。はい、あ、チューブ、チューブ、じゃあちょっと揚げたってください。こんな緊張してると食べないかもしれない。ピザも全然食べちゃいけない。
いいですよ、今のことね。食べそうで。はい、一回そうと止めてください。はい、また後で やってください、ね。ちょっと爪切っていいです。あ、はい。爪がちょっと伸びてるから、爪切ってから肛門腺とかデンタルケアとかついていってみますんで。うん、切れてると思いますけど、ちょっと伸びてる爪も。からちょっとだけ足の裏の毛も切りますね。滑ってないですか、フローリング。ちょっとだけ火が伸びてますんで、少し見えますこれ。ああ、まあそう、ちょっとだけ伸びてるから、その伸びてるところだけね。指と指の間ね。肛門腺はどうですか。やれないです。もうじゃあもしかしたら1年分かな。1年分です。ごめんね。そうね、すごいね。キュすごい溜まってる。ちょっと家でやろうもんなら大騒ぎ。玉傷が。あ、そうですか。キャットフードは手からやってます。キャットフードはおやつの時ぐらいですかね。あ、本当。主食のキャットフードも手でやりましょう、時間があるときに。あ、はい、うん、なるだけで手から食べたら褒めてあげる。なるほど。もうそれが基本で、それを手から食べれるようになったら、うん、3つやってほしいんだけど、はい、名前を呼んで、うんうん、アイコンタクトできた瞬間に手から食べさせてもらう。なるほど。2つ目がおいでっちてきたら手から食べさせてもらう。3番目はカゴの中にハウスって言ってハウスができるよ。あ、ハウスしたら手からやってほめる、うん、何でも。でそれを普段からね、ハンドフィーリング鳴らしといて、でそれをデンタルケアに使うんですよね。なるほど。